勝ち点17で4位につける好調松本山雅 FC。 開幕から勝利のない最下位カターレ富山のホームに乗り込んだゲームは、前節岐阜戦に続く2試合連続のダービーマッチです。序盤から攻勢に出る松本は11分、セットプレーの流れから岩間のクロスを飯尾和也が落として岩沼。しかしシュートはポストを叩き、スコーレスで後半へ折り返すと、49分には田中ハイマのクロスに再び岩沼、頭で合わせますが、これは急遽出場の飯田辰己がビッグセーブ、ゴールを許しません。すると富山が逆襲に出ます。中島のパスを小手口がつないで白崎、さらにクロスバーの跳ね返りを中島翔也、前線の3人が絡み、19歳の中島がシーズン初ゴール。60分、ホームの富山が先制します。リードを許した松本は61分、コーナーキックから決定機、しかし飯田正樹のヘッドはまたも飯田辰己に阻まれます。ピンチをしのいだ富山は71分に追加点、4試合ぶりスタメンの小順位が見せます。18歳小順位が自ら持ち込んで J 初ゴール、リードを2点に広げます。さらに富山は79分、途中出場池畑のクロスに小手口、ここまでリーグワースト3得点の富山が1試合で3ゴールを奪い突き放します。3点ビハインドとなった松本は83分、船山の突破から折り返しのボールを岩上が決め、シーズン4ゴール目、1点を返すと、87分にも松本、ロングスローから飯田正樹がすらして、最後は船山の富山戦4試合連続ゴールで3対2と1点差に迫りますが、反撃もここまで。連戦となったトップオブ北アルプス2連勝を狙った松本ですが、最下位相手に不覚を取り4試合ぶりの敗戦、富山にシーズン初勝利を献上しました。